んこんにちは、今日ご紹介するお料理はですね、僕が一番好きかもしれません、カキフライをご紹介したいと思います。もう中がですね、みずみずしくてすっごい美味しいですので、ぜひですね、一緒に作っていきましょう。まず材料ですけども、材料こちらになっております。さあ、それでは簡単な牡蠣の下処理なんですけども、お塩と片栗粉を少々入れましたら、くちゃくちゃっとここで洗っておいてください。この一手間によって牡蠣の味が全然違います。見えますか？ちょっと濁ってきております。さあ、そうしたらさっと水でゆすいで、ざるにあけておきましたら、これで美味しい牡蠣の下処理の完成です。さあ、それでは大好きなですね、食べ物は最高に美味しい状態で食べていきたいということで、一つじゃなくて二つを重ね合わせて、小麦粉につけていきます。ここでギュッと握っときましたらね、2つが外れません。そうするとこんなに大きなカキフライができてきます。小麦粉、卵、そしてパン粉とつけて、ここでもギュッと握っておいてください。はい、そしたらこんな感じで出来上がりです。はい、それでは牡蠣の方ができましたので揚げていきたいと思います。まずはお鍋を温めていってください。そしてこの時に使ってほしいのが、今日使っても一番小さいお鍋を使ってください。これがですね、一つポイントになっております。それではお鍋が温まってまいりました。今日は一番小さいお鍋ですが、入れる油は1/3、1カップを入れていってください。本来でしたら材料の半分の油だけでいけますので、この一番小さい、1コートを使った場合は 100cc から、70cc でいけるんですけども、エビフライ、カキフライ、こういったものだけはですね、油をしっかちょっとだけちゃぽんと浸かるですね、高さを作っていただきたいと思います。ただ油の量すごく少ないので、温度とっても出来上がるのが早いです。ご覧いただけますでしょうか。お箸がプクプクプクっと泡が出てきました。さ、そしたらですね、薄衣をつけましたカキフライを入れていきます。先に温度が上がってるので3つ入れても4つ入れても5つ入れても全く跳ねません。安心してお料理してくださいね。そしてなおかつ中に火を通したいので、ここで蓋をしてしまいます。そして蒸気が上がるまで待っておきましょう。さあ、それでは蒸気が上がってみましたので、一回見てみたいと思います。じゃん、綺麗に上がっておりますでしょう。ここで、色がこんがりとついてきたらひっくり返していきたいと思います。とにかく焦りが禁物ですからね、ゆっくりとゆっくりと見守っていってあげてください。そしてひっくり返したらもう一度蓋をしておきます。今日のですね、衣は薄衣になっておりますので、お店の分厚い衣と違って、すごくあっさりとしておりますし、カロリーも少なめになっております。ですから衣が主役じゃない、牡蠣が主役の牡蠣フライですからね、ものすごく美味しいです。さあ、そうこう喋ってる間にもう一度
こんな感じで蒸気の方が上がってきました。そしたら中のですね、牡蠣までしっかりと火が通ってる、合図になっておりますので、これで出来上がりです。あとはお好みの色目がですね、つきましたら出来上がりなので、もう少しだけ置いておきます。それでは牡蠣が美味しそうに揚がりましたので、取り出していきたいと思います。最後まで跳ねることは全くありません。いいですよ。さあ、こんな感じで揚がりました。それではですね、大沢チャンネルの恒例行事となりました、終わった後の油見てみたいと思います。皆さん覚えてますか？こちら1カップ牡蠣フライをたっぷり揚げたんですけども、1カップで揚げた油が揚げた後もほとんど減ってないでしょう。これがすごいんですよね。衣も薄いですし、油も減ってない。カロリーがすごくカットしておりますのでね、牡蠣そのものの味をお召し上がりください。さあ、牡蠣の方は美味しく揚がったんですけども、安心してください、忘れてませんよ。牡蠣フライにはですね、ぴったりの脇役がいますよね。そう、タルタルソースです。それもですね、今から一緒にさっと作っていきます。そしたらですね、材料を全部入れてゆで卵だけ先に作っといてください。玉ねぎは4分の1ですね、細かく細かく切っておきます。玉ねぎが切れたらもう栄養も逃げるので、さらす必要はありません。全部ボウルに入れてしまって、パセリも振っておきましょう。生のパセリがあれば最高です。さあ、あとはフォークで潰せばタルタルソースの出来上がりです。それでは出来上がった牡蠣フライ、一つちょっと中見てみましょうか。いきますよ。じゃん。ほとんど牡蠣でしょ。これね、一口でガブーッといったら、中からジュワーッと海の香りがして、めちゃくちゃ美味しいですからね。今晩ぜひお試しください。やべえ、これ絶対美味しいって。神や、最高です。